こんにちは。ついにここまで来ました。コートルルの家に突入していこうと思います。メンバーがちょっとバレてます。はい。うわぁ。なんかちょっと荒れてんのがまたあれだな。すごいね。入り口も。うわぁ。あ、おっと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 。ビッキーちゃん、そのとこでいいのかな、位置。まあ、そこでいいんか。では我らの軍は敗れたが、我らの魂は敗れ去ってはいないぞ。ルシアが戦うんか、ここで。ここから先には通さぬ。死んでいった戦士たちのために、我らカラヤのため、そして皇后殿のため。というわけで最終メンバーこれにしました。予想されていたであろうザムザと、もうずっと本当お世話になってるビクトールとフリックは外せませんでした。と、あとお気に入りのチャコと、お気に入りの、なんだかんだお気に入りの、迷惑かかってますが、いろいろビッキーこのメンバーでやっていこうと思います。はい。いやー、もう非封じが邪魔で邪魔で何やろうかな、どうしよう。ビクトール何つけたっけ。何もつけてないわ。怒りだけか。フリックで、あ、大地とかも使っちゃおうかな。うん、フリックに雷鳴大地をつけたので、これを使ってもらって。チャコなんだ、紋章って。あー、そうだそうだ、なんか生き返るらせるように一応浜も持ってきたんですよね。チャコがなんか3つつけられるからめちゃくちゃ便利。私ちょっとダメージ受けたらこれ使います。そうしよっか。もう2000ダメージやっちゃってもいい気がするけど、いや、やっちゃおっか。攻めよ攻めよ最後だし。で、ビッキーちゃんに流水を続けました。回復かね、これはね、ちょっとね、使わない気がします。幾度となく繰り返される悲劇があるので、あ、でもどうしよう、やることがないなってなると、やっぱこれこれ使うしかないのが攻撃手段が、あ、守り、魔法弾きとか。あ、これで戦闘不能も回復できた。ここでこれでなんとかターンを稼ごう、ミッキーちゃん。ミッキー、そうね、S ランク、S ランクじゃなくて、S レンジだった。もうなんか前回のもさ、こうプレイしてるときは、もう一生懸命だから、なんかあれだったんだけど、あ、やばいやばい、6だし。なんか編集してて、その、ハイランド側のなんていうか、思いとか、向こうにとってはすごいさ、やっぱり自分の国大好きだろうし、周りの大切な人たちも住んでるし、そこを守りたいんだなって気持ちとか、なんかそういうのとかがやっぱ感じ取れて、向こうは向こうの戦う意味っていうか、もうなんか両方好きで、こっちも好きだし、向こうも好きだし、火はザムザに効かねえぜ。あ、聞いてる聞いてるじゃないか、今火属性じゃないのかな ミスあー、すごい魔法使ってくるね。大丈夫みんな、これ結構何回攻撃してきた。結構攻撃してきたよね、今。効かないんかなぁ。リック。これ使っちゃおうかな。ちょっとね、回復に戻ればいいなと思ってはいるので。これ使おう。やべえ、ビッキーやることない。ちょっと私はもうこれ使うのは本当にやめたいんだ。OK。
ニカリーナのこと。サコいいよな、なんだかんだお気に入りになっちゃったな。フリックは似合いますね、雷鳴が。ルシア何回攻撃してきた、さっき。あ、防御固めればよかったかも。また魔法弾きとか。これ何扱いなんだろうね。物理なんかな。これ2回目でしょ、3回目。あ、違う、今反撃か。ザルザ死んじゃうんじゃない、大丈夫。結構強いね。マイダメージかー、やってもらうか。基本私が回復になっちゃったな。回復やっとくか。一回だけなんかな、あれ。されると思わなかったわ。なんかカラヤ族はさあ、倒しちゃった。そんなに強くないけど。ルシアはやっぱちょっと強いよな。なぜなぜ勝てぬ、我らに正義がないというのか。お久しぶりね、ルシアさん。貴様はグリーンヒルの娘。何故にこのような場所に私を笑いに来たか。私はあなたとの約束を忘れてはいないわ。あなたの言葉、私の父があなたの父上を死に追いやったのが真実かどうか調べさせています。あなたはどう、私との約束をそのままに死んでいこうというの。約束だと。私はグリーンヒルの市長代行として真実を見極める、その義務を果たします。それが父の名を傷つけようとも。あなたはあなた自身で真実を見極めようとは考えないの。なぜ逃げようとしない。あなたがそんなことをしないと、武器も持たぬ相手を傷つけたりしないと知っているから。テレーズ、お前は人を信じられるというのか。私はあなたを信じている、それだけよ。行くがいいさ、レオ。今はただお前たちの戦い、そしてその行き着く先を見守ることにしよう。さあ、気をつけください。みんながあなたを待っています。いやー、もうすごい勇気でした。ルシア。絶対でもルシアもさ、分かってくれる人だもんね。で、行く前に一瞬ちょっと戻ります。あ、そういえばゴールデンハンマーを、あ、ゴールデンハンマーを掘り出し物でゲットしたので、みんな武器レベル16に
なってます。はい、と見て、食べ物いっぱい持ってきたんですよ。むちゃくちゃ持ってきたからな、食べ物。ちょっとこれでもう多分食料大丈夫だと思うんで進んでいきます。ちょっと一回回復に戻ります。はい、回復してきました。本拠地戻ったらさ、ハンフリーが一人で飲んでて、なんかちょっと連れてきてあげればよかったなって思っちゃいました。どんな感じ？結構広いなぁ。てか誰もいないの、なんか不気味。わーわー、色違いだ。ブロンズゴーレムだって。タムザ頑張って、みんな頑張って。ビッキーは何もしないで。いや、チャコいいわ。最初彼盗まれた時はもうなんだこいつはって思ったけど。よし、ないか。うわわ、すごいね。迷っちゃうなこれ。うわわ、びっくりした。みんな攻撃。どうやって進めばいいんだこれ。強い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 。鬼のように強いな、後ろの二人。返し技と倍返しがやっぱ強い。やだこれ、人残るのやだな。あれ、これなんか進んじゃってる感あるよね。どこ？私これ迷っちゃうかも。こっち行けんのかな。あ、行けないのか。うわ、またいるよ、またいるよ。うわー、もうまたからだ。そういえばだけど、あ、怒りの雰囲気だ。ありがたい。あ、行き止まり？前作のうわ、前作の最後も結局さ、グレッグミンスター城だったから似たような。メイガス、なんか兵士が結構待ち受けてましたもんね。なんか思い出してきちゃった。あんなのもいるんか、この城。怖いな。マジで強すぎる。チャコ私無双がやばい。マジで助かります。よし、ちょっと戻って、こっち先行けるな。ちょっと待って、他も右の方も見たいな。入り口正面の方戻ってきました。ここももしかしたら行けるのかな。あ、鍵かかってる。さすがにあれか、正面から。ここ壺持ち帰りたい。持ち帰りたい。あ、何にもない。何部屋これ。何なんだろう。いやー、また兵士いるんだろうな。わあ、なんだなんだ。キメラだ。あー、なんかかわいそうだな、この無理やり感が。見て、あの鳥のさ、ちょっと窮屈な感じ、首が。ちょっとかわいそうだよ、あれ。きついよな、絶対あの辺動けなくて。首凝っちゃうわ。うわー、なんか謎な。いやー、すごい。同じ作りか。なんか回っていく感じなんだ。
いる、またこれ。あ、いるいる。うわぁ、うわぁ、もうなんかやだこれ。すごいひどいことしてる気がしてしまう。ひどいことしてるんだけど。あったあったあった、キリナローブ、ザムザ用だ。ザムザ用のアイテムだ。ありがとうございます。宝ない、宝あった。天台の札、ここに来て札は、あれ何ダメージぐらいのやつなんだろう。600か、使わないかな。で、あ、うえうえうえ、いる。すいません、なんかごめんね。やだね、本当に争いはやだわ。あれどうなってんだこれ。あれ、あ、新しいこの道。あ、なんか新しいと、あ、う、またいる。これ正面から続いてるとこかな。あんなど真ん中に入んなくても私3方面からやられてしまうぞ。あ、いった。つえザムザはちょっと昇竜拳やらないと戦力追いつかないんでいやーすごい、みんな床屋か。うわー、これでもう、あ、鍵開けられないこれ。私そういう特技はない。これが向こうから続いてるんか。こっちは人いなかったのかな。あ、そうっぽいな。どっちか左右から、あ、オッケーオッケーオッケー、回ってかなきゃいけないんだ。じゃあそうめんとこ行こう。うわうわ、びっくりした。あと多分待ち受けてるのがシードとクルガーもいるよね。壺が欲しくてたまらないけど、ここ開けられる。ドキドキする。誰、あれ誰、ハーンか。ついにここまで来たか。え、ハーンと戦うのこれ。輝く盾の紋章と黒き刃の紋章が相争うのを防ぐこと、やはりできなかったか。だったらなんとかしてくださいよ。立ちふさがらないでくださいよ。我らはワスト幻覚はただ時を少しばかり引き伸ばしたに過ぎなかったようだ。そこをどいてくれ。そうはいかぬ。我が務めはこのコートを守ることだ。武将としてそれは譲れぬこと。幻覚とのあの時の装備を今再びつける。1対1ですか。こういう戦いなんだ。ここは通さぬ。どっちだろう。防御、それでは勝てぬぞ少年。わかんない、なんだろう攻撃するか。もう一度打ち込むか。打ち込みます。いやでも全然ダメージが我が必殺の剣、すいません、防御させていただきごめん、決まっちゃうかも。ハンさん
や、この曲ちょっと待って、死なせたくないんだけど、そんなつもりないよ。そうねえよ、玄格の息子よ、名は何という？レオです。わしはお前たちに謝らねばならない。25年前のあの日、わしと玄格は二人で分かち合った二つの紋章を封印した。輝く盾の紋章と黒き刃の紋章は元は一つの紋章なのだ。そしてその真の姿、始まりの紋章の力こそ争いを裁く力。しかしその力は、始まりの紋章を手に入れるには、ハンさん、レオよ、強い少年よ、お前たちを苦しめてしまったことを、我らの弱さを許してくれ。ちょっと、いけ少年。幻覚、やっとわしも休めそうだぞ。あー、なんかな、こんな終わり、こんな終わりってもう、あー、ちょっと待ってください、すいませんはい、お待たせしました。いや、なんか悲しくてさ、あ、横行けないのか、あ、こう行くのか。あ、なんかすごいね、同じ絵だけど。わあ、どっから進もうかな。左から行く？ん？あ、鍵かかってる。結構行けない場所あるな。なんか本当にさ、あ、ボビー来た。二つの紋章のうんたらをもうここでやめたいですよね。主人公と上位は大変だけどさ。もうチャコがほとんどチャコがやってくれる。ありがとう。ああ、もう本当に嫌だ、こういうの。扉が多いな。扉多くないか、これ。おお。ちょっと待って。下は？鍵かかってる。結構鍵かかってるんだな。おお、兵士たちもなんかごめんね。ちょっとここの先行ってみよう。おお、とととと、うわー、この先は行ける。あ、宝か。風のアミュレット、王座の封印球だ。風のアミュレットは風耐性、あ、なんか上がるけど、速さプラス10か。ビクトルでも力でいいんだよな。私もあれ、金のエンブレムってなんだっけ、何が上がってるんだ。あー、そう、守りか。守りはそうか、速さ上げる。ミッキー、いや、いっか、なんか金のが名前がいいよな。
アウトな雰囲気、弱い敵が出現しなくなる。使う日は来るんだろうか、来るんだろうか。鍵？あ、いけるいける。どうしようどうしよう。ここあれだ、儀式っていうか、あそこに使った場所だ。はあ。あ、鍵がかかってる。あれ、こっから来たんだっけ。そうだ、あ、いけないんだ。じゃあちゃんとああいうイベントの場所見れるのもいいですよね。うん、上に行けちゃうけどいいかな。ん？ん？あ、ここも行けない。あ、だからよかった。力の石、力はどうしよう。ビクトルに使うか。守りはどうしよっかな。ザムザここに来てここに来てザムザかな。まあ弱いじゃん、だってじゃあ行き止まりか。おっとできないぞ。戻って、下結構進んできたからな。こっちでいいんだっけか。あ、これめちゃくちゃ扉多い。なんかラッキーリングって手に入れたんだけど、手に入れた私はラッキーですか。うん、プラス20だって。うん、あげとくかなんかこれにしようビクトールに。あー、力あげたいけどなー。あ、いいか、もう力でいいや。ビクトールはいいんだ、力で丈夫だから。あれ、下行ったっけ。あ、行った。じゃ、戻って行って、下が行ってないんだよね。上から来たよ。なるほど。あ、びっくりした。うわぁ。左から行こうか。マジ迷うわ、これ。上行った。下まだ行ってない。使ってんだろう私。あ、こっちの、あ、あ、おいなんか回復のアイテムすごい持ってきたしさ、特効薬めっちゃ手に入るんだけど全然使わなさそうだわ。あ、チャコがちょっと減ってるか。いや、でももうこれ以上ちょっと減ってる。あ、ちょっと音が気持ち悪いどっちから行こう。左、もうどこ行ったかさえも私あんま分かんないんだけど。あ、ちょっと待って、どうしようこれ。あれ、外出ちゃったんだけど。あ、どうしようどうしよう、何これ、どうしよう、こんなとこ来ちゃったんだけどさ。え、もう待ってください。うわぁ、なんかガンガン進んでしまってるんだが、この上はなんだ。あ、鍵がかかってる。先進んじゃうか。え、どっちだろう。あ、鍵かかってる。ん？あ、鍵かかってるわ。うわ、だんだん増えてきたってことはやっぱ進んでるよな、ちゃんと。よし、ハーン出てきたから。シードとクルガンどこで出てくんだろう。なんかあの二人もな。
立場違えばさ、仲間だったかもしれないよね。なんか誰の部屋だろう。あ、とりあえずセーブしよう。この先はいけるのかな。あ、いけないのか。一旦じゃあセーブします。よし、セーブしました。こっちだよね。なんだ、すり抜けの札か。サイドテーブル、すごいとこにあるな。どっちを下から行く。どんな感じなんだろう。あ、外来ちゃった。ここはあ、でもある。あ、ゴールドレッドは嬉しいかも。ザムーザにじゃ。で、あ、ここあれか、鍵がかかってるとこ。あ、そういう、多分あそこにも行けたんだな。ちょっと戻ってたんですけど、うろうろして、ジルの人形を刺したとこですね、あそこ。へえ、あれ、しかも狼モチーフの像なんですかね。ハイランドはなんかいちいちかっこいいよな、なんか。よいしょ。なんかもし自分が都市同盟側じゃなかったとしたら、ハイランドはハイランドで楽しかったんじゃないかなとか。お、窓セット7。ここで窓セット来る。あ、そういや、窓と音変えてこようと思ったけど忘れちゃったな。窓戻ったらちょっと変えてみよう。7種類か。あ、すごーい。わわわ、なんだろう。あ、ここに来るんだ。わわわわ、すごーい。へえ、豪華だねー。うちの本拠地の広間もいいですけどねー。結構奥進んでる気がするよ。上に行ける。めっちゃドキドキしてきたんだけど。なになになに、またセーブできる。セーブしてよっか。ん？旅の雰囲気が輝いた。体の疲れが取れていく。あ、回復もしてくれんの？おー。はい。よし、行くぞ。いるんだろうな。いた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 ！ここで2人かー。クルガントシード来た。レオ殿、ここから先は、ブライト王家の教室？賊の入り込む場所ではありません。ここが最後に残った俺たちの国、最後に残った俺たちの誇り。それを汚させはしない。うわー、どいてくれ。ふざけるな。それができると思っているのか。力ずくでも通させてもらいます。ならば俺たちを倒してみろ。あのルカ・ブライトがしたように、すべてのものを切り捨てて進むがいいさ。行きますよ、レオ殿。うわぁ、いやぁ、この二人もかっこいいからなぁ。うわぁ、ちょっともう、これはシードが攻撃でクルガン補助みたいにしてくるかな。ちょっとマジ守りは固めよう。守りは固めて、多分そのために回復もしてくれたと思うから。
どっちにやるこれ。いや、どんどんやった方がいいよな。クルガン、ごめん。ミッキーが魔法はじき、魔法してくるかな。とりあえずこれでいこう。ミッキーの欠点は素早くないことなんですよ回復役にしても。めっちゃ緊張する。この二人もいろんな思いあってそこに立ってますもんね。なんだろうこの戦い。うわ、線しか効かないな。びっくりした。2回攻撃はしてくるか。うわー、めちゃくちゃドキドキしてる。フリックどうしよう。敵一体1200。あ、1000でもまあ十分な気も。残しときたいよな。レベル4、1000ダメージ、800だもんね。これでやるか。戦う、私はでやろう。ミッキーやることがないいい感じ、いい感じ。チョコが怒りになってほしいが、フリックも攻撃する。あ、これやってきたんだ、さっき600。おっしゃ、終わった。すごい、1300ノックダウンだ。しかもありがたい。でもなんかごめん、戦う戦う戦う。ミッキーは何もしない避ける。強い、倒した。言葉なんてないですよ。そんなに不思議か。俺たちが戦うのが、立派だったよ。レオ殿、あなたがプリン軍の希望だったように、ゾーイ殿もまた我らにとって希望だった。ルカブライトを押しとどめ、ハイランドを導く希望だった。それだけさ。行けよ。俺たちには、もう戦う力など、残ってはいないさ。うわぁ。ゾイと一緒にいてくれてありがとう。クルガン、俺は楽しかったぜ。この国のことを思い、未来を思い、存分に戦った。そうだな。この国と、命運を共にするのもよかろう。
でこのシーンくんが。ピリカどうしたの、ジョイお兄ちゃん。ピリカ、ピリカ、ここでお別れだ。うん、でもまたすぐ戻ってくるんでしょ、いつもみたいに。ピリカ、多分これが最後のお別れだ。もう二度と会うことはないだろう。嘘。嘘だよ、やだ。そんなのやだ。ゾイお兄ちゃんと会えなくなるのやだ。ピリカよく聞くんだ。君はこれから大きくなり、多くの人と出会うだろう。そして多くの人と別れることとなる。だからピリカ、忘れるんじゃない。別れを嫌がるのではなく、共に過ごせる時を大切にするんだ。分かったね。ピリカ。分かった。でもでもでも、一つだけ、一つだけお願いを聞いて。なんだい、ピリカ。ピリカを抱っこして、お父さんみたいに抱っこして。一回だけでいいから。お父さんはね、よくこうしてくれたんだよ。こうやってね、こうやってね。ありがとう、ピリカ。ジルだ。お呼びですか？入ってくれ。君に頼みがある、ジル。何でしょうか？シードが来るガンが時間を稼いでくれているが、この城は間もなく落ちる。そしてハイランドも消え去るだろう。その前にこの子を、ピリカを連れて逃げてくれ。ハルモニアの片隅に家を用意してある。召使いたちにもよく言い含めてある。君はそこでブライト王家の人間ではなく、新しい名で生きるんだ。わかりました。それで終わりですか？そうだ。では失礼します。いらっしゃい、ピリカ。すまない、ジル。なぜ詫びるのですか？どうしてそのまま。ジル、あなたが私を利用していたこと、あなたが父と兄に何をしたのか、
あなたが何を手に入れようとしているのか、すべてを私は知っていました。それでもそれでも、私はあなたの心を、あなたの思いを、あなたの目指すものを知っていたから、すべてに目を伏せて、私はあなたを愛したのに、なぜあなたは私に詫びるのですか？あなたはあなたの思うことを行い、それを詫びる必要はありません。それが私の夫、私の愛した人なのだから。もし私が死んだら、あなたは涙を流してくれますか？生きてくれ、ジル。これが最後の。ちょっともう、はあ、ちょっと今日ここで終わりにするんですけど、その前にちょっと待ってください。ちょっともう締めの言葉言えないぐらいちょっと泣いてるっていうあれなんですが、もう最後のシーンも切なすぎて、はあ、なんかジルもすごい国のことを思ってきただろうから、いやー、なんかもう胸いっぱいですね。ハイランドも、なんか嫌いじゃないから、すごい辛いですね、進むのが。はい、ちょっとじゃあ今日ここで終わりにして、次回この先進んでいこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。